日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発、GCAP がついに本格始動しました。機関部を担うのは日本が IHI 社、イギリスはロールス・ロイス社となり、今回は日本 IHI とロールス・ロイス社の機関部開発について詳しく見ていきますね。なかなか日本国内で戦闘機エンジン開発が加速できないわけにも迫っています。2022年も末を迎えようとしていた12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP、グローバルコンバットエアプログラムと名付けて共同開発で行うことを正式発表した。すでに、前年2021年の末には、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社とが、新たな戦闘機の機関部の実証事業を行うこと、また、2022年2月には、新たな戦闘機用のレーダーセンサ類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していた。そのため、今回の、日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを、公式に各国政府が認めて、満を持してのプレス発表であったと言ってよいだろう。イギリスとの日本の間での、各々の新たな戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があり、それまでの、やはり、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必須との見方に、区切りをつけるものとなった。太平洋戦争の敗戦によって、日本は、アメリカをはじめとする、連合国の管理下に置かれ、その施策の中で、軍備につながる産業分野を抑制されたこともあり、航空機開発も、無論、その中に組み込まれ、その開発技術も、大きく後退した。そのため、今回の新たな戦闘機開発の目的である、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替は、言うに及ばず、その大元の F2 戦闘機の開発の際にも、準国産化を推す声もあったが、それを行い得る機関部の製造は、技術的に困難だった。また、F2 戦闘機の開発が進められた時期は、まだまだ、日本経済が、アメリカに対しても、優位性を示していたこともあり、政治的にも、そうした貿易上の不均衡を是正する意味でも、アメリカ製の戦闘機をベースとすることが求められた経緯がある。ここで用いられたのが、F-16 ファイティングファルコンであり、F-2 戦闘機の開発では、各部に、かなり大掛かりな変更を加えたため、もはや、別の機体とすら言えるほどに、変化はしており、日本に、必須の対艦攻撃能力が強化された。しかし、完成した F-2 戦闘機を、その後の状況の変化に合わせて、日本側の判断で、自由に、仕様の変更を行うことはできず、コアな機体の制御部分の情報は、日本に開示されることはなく、その意味で臥薪嘗胆を強いられたと言えよう。こうした F2 戦闘機の反省を踏まえ、その代替機の開発計画に際して、日本では、自国が主導することを前提として掲げ、三菱重工業者を主管の契約企業として、その配下に、各国内企業を紐づける開発体系の構築を進めていった。アメリカのロッキード・マーチン社には技術支援先としての関与を希望してたものの、これまでのようなブラックボックスを抱える事態は回避しようとの姿勢が強く、どこで日本とアメリカとが折り合うのかにも注目が集まっていた。しかし、今回は結果として日本はイギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という、初めての道を選択。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等よりもより、フラットで対等な関係での開発に、各方面から期待が寄せられている。そして、今回の日本における GCAP、
グローバルコンバットエアプログラムへの布陣は、全体の統括と機体本体を、三菱重工業社、機関部を、IHI 社、レーダーセンサ類の電子機器等を三菱電機が担う体制を敷いている。これが、イギリスの場合は、全体の統括と、機体本体を、BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、レーダーセンサ類の電子機器等を、レオナルド UK 社が担当することが明かされており、テンペスト計画そのままではある。もともと、こうした今の、日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが確定する前には、F2 戦闘機の代替機には、IHI 社が製造する国産の機関部の TOW を目指すことが有力視されていた。これは、IHI 社が、現在の防衛装備庁からの依頼の下で、それまでに通称、新進と呼称されていた、実証実験機用に開発した、XF-51 エンジンや、それをベースに、開発を進めた XF-9 エンジンが、すでに、2018年に試作機1機とはいえ、納入が行われたことが大きい。そこで製造された XF-9 エンジンは、地上における動作確認とはいえ、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示した。この XF-9 エンジンの研究開発は、IHI 社では、2010年から開始されたもので、新たな戦闘機に搭載することを前提として進められ、当初の基本となるコンセプトは、スリムでありつつ、大出力を確保するというエンジンであった。これは、この XF-9 エンジンを搭載する戦闘機に対し、その本体のステルス性能を極限まで高めるために、スリム化を推し進め、それによって同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することを大きな目的としていた。また、XF-9 エンジンが掲げた大出力は、言うまでもなく搭載する機体の戦闘機としての高機動性を確保するための必須の条件であり、近年は戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃の回避にも必要な要素である。こうして掲げたスリム化、防衛努力という目標に対して、一定の数値的な達成を見せていた XF-9 エンジンではあるが、試作機として、実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではなく、すぐの実用化には直結しないとも言える。それでも、悲願の国産の戦闘機用エンジンとして、一定の成果を収めたことは間違いなく、新たな戦闘機への搭載にも期待が持たれていたが、今後は、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発の中で、どのように変化するのかが注目される。イギリスのロールス・ロイス社は、テンペスト計画における機関部の開発でも難航していると伝えられていたが、それでも、ユーロファイタータイフーン等で多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有している。個人的にはロールス・ロイス社が持つ技術力は少なくとも IHI 社の XF-9 エンジンよりもこれからの戦闘機により求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられ、やはり、開発の主導権を握ると思える。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF-9 エンジンではあるが、そうした発電や冷却といった機能では、譲る部分もあることから、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に、最適な選択となることに期待したい。IHI 社は、現在の社名となったのは2007年からだが、そってまでは、石川島播磨重工業社として、日本の重工業を支える一角として、
江戸末期からの歴史を持ち、航空機用のジェットエンジンの分野では、国内の6割以上のシェアを誇る。今の航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機が搭載する、ジェネラルエレクトリック社車の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンも、IHI 社がライセンス生産したものが、使用されている。IHI 社が開発し、実用化、量産化が行われているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年から運用を開始した P1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあり、これはターボファン形式の高バイパス比エンジンとして、民生品にも応用が模索されている。ちなみに、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、片や、最新鋭のイージス護衛艦である、マヤ型等の建造を手掛けている、ジャパンマリンユナイテッド社は、元は、IHI 社の造船部門から派生した企業である。出雲、片護衛艦の、出雲、と、加賀、の航空母艦化が進んでいますね。1回目の改修工事が終わった、出雲、より、先に、加賀、の外観が、急展開を見せているようです。滑走路が短いだけじゃなく、艦首が台形だと、危険らしいんです。今回は、出雲、と、加賀、の改修の様子を見てみましょう。運用開始はまだ先のようですね。2023年度の防衛費が過去最大の6兆8219億円となりました。このうち海上自衛隊の最大の艦艇であるヘリコプターを搭載できる出雲、片護衛艦の1番艦、出雲、と、2番艦、加賀、に、F35B を艦載機とする軽空母化の改修費用52億円が含まれています。現在、出雲、片護衛艦の1番艦、出雲、と、2番艦、加賀、の改修は、段階的に進められており、5年に一度実施される、大規模な定期検査を利用して、それぞれ2回に分けて、改修工事が予定されています。そこで、短距離離陸と垂直着陸が可能なアメリカ製のステルス戦闘機 F35B を搭載するには着陸する際、下方へ噴出する1000度以上の高熱になるエンジンの排気熱に対する甲板の耐熱処理や艦首を現在の体型から四角くする等の改修工事が必要になります。まず、海上自衛隊の横須賀基地を母港とする、出雲、が、2019年末より、ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所、磯子工場にて、F35B が離着陸できるための最低限の改修工事が行われ、2021年6月末に、1回目の工事を終え現在、通常の任務を行っています。そもそも、出雲、型には、設計当初から、後に F35B を搭載することを想定していたので、エレベータなどの大掛かりな工事は行われていません。そこで、具体的には、1回目の改修で、高温の排気熱に耐えられるように、飛行甲板の特定の場所、つまり F35B が着艦すると想定されているヘリコプター発着艦用のスポットに、特殊な塗装を施し、耐熱処理や電源設備の設置が行われ、インフラ設備が整えられました。飛行甲板には、艦首から艦尾まで、黄色いセンターライン、つまり標識線、トムラインが引かれ、艦載機が着陸する際に、パイロットを導くためのもので、これは、アメリカ海軍の、
空母や強襲揚陸艦と同様のものです。2021年10月5日に行われたアメリカ海兵隊の F-35B を使用したいずもの発着艦試験でも、パイロットはこの標識船トムラインに機体の中心を合わせて着陸しています。この時、これまでヘリコプターによる回転翼機のみを運用していた海上自衛隊で、初めて固定翼機による発着艦試験を成功させたことは、歴史的な出来事でした。飛行甲板の黄色いセンターライン、標識船、トムラインと並行して、交互に赤と白のセーフパーキングラインが引かれていて、このラインは、左舷側が滑走路で、右舷側に環境構造物の設置、駐機スペース、エプロンだとする目印である。つまり、このトムラインに機体の中心を合わせて着陸すれば、右側の環境構造物に干渉しないということですね。それと、黄色いセンターラインと交差するように、2本のラインが引かれており、F-35B が短距離発艦する際に、水力ノズルを下に向ける目安となっています。甲板に機体が着陸するときの数や目も設置されています。今回の改修工事では、外観上の形状の変化はありませんでしたが、F-35B を安全に運用するために、現在、飛行甲板の先端部は台形ですが、今後、艦首部分を四角形に拡張し、滑走路を長く、艦載機の露天駐機場所を確保するための工事が予定されています。F-35B は、ストーブル、短距離離陸、垂直離陸機とはいえ、発艦する際は、やはり、滑走路は、少しでも長い方がいいので、艦首部分を四角形に拡幅する必要があるというわけです。そこで、次回の2024年度末から始まる、いずもの第2回目の改修で、F-35B の発着艦を可能にするための、艦首部分を四角形にする工事が予定されており、2026年度中に完了する見込みである。一方、2番艦の加賀は、2022年3月より、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所において、軽空母化の1回目の改修工事に入っており、いずもが1回目に行った飛行甲板の強化のための耐熱塗装などが行われました。加賀は、元も先が細くなっていく台形の艦首だと、このまま航行していると、細くなっている先端部に乱気流が発生し、F-35B が短距離発艦時に危険なため、いずもに先駆けて、艦首形状を四角形にする拡幅工事が実施されています。F-35B を安全に運用できるよう、少しでも滑走路は長く、乱気流による危険を防ぐため、艦首部分に甲板を横に付け足し、四角形に改良されています。1回目の改修工事は、2023年には終わる予定で、2回目の改修は、2026年と2027年度に実施される予定です。加賀は、2回目の改修に向け、まず、発艦誘導装置を取得します。発艦誘導装置は、レイセオン社が開発し、F-35B などの航空機を、悪天候の下でも、GPS 衛星信号と抜き性後方システムを利用して、高精度で、航空母艦や強襲揚陸艦を、あらゆる天候や海面の状況でも、自動的に、着艦を誘導するシステムである。この発艦誘導装置は、アメリカ空軍の、航空母艦や強襲揚陸艦に配備しており、イギリスやイタリアの航空母艦にも提供されています。これを、いずもと加賀の両艦に2も搭載される予定です。F-35 ライトニング 2B は、短距離離陸、垂直着陸の戦闘機だと知られていますが、システム的には垂直離陸も可能だと言われており、万能な戦闘機と定評があります。とはいえ、
搭載できる燃料や兵装の量からすれば、やはり離陸時の負担が少ない短距離離陸での運用が最適だと考えられます。アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦から F-35B を運用するために、艦首部分が四角形になっており、今回の出雲型の改修は、アメリカ海軍と同じ型にすることで、相互運用を想定したのではないでしょうか。また、イギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスは、F-35B を艦載機とする航空母艦であることから、スキージャンプ式の滑走路を備えることが、F-35B を効率的に運用するためには不可欠となっています。しかし、出雲や加賀では、F-35B 戦闘機を搭載したとしても、ヘリコプターの運用を重視しており、対戦ヘリコプター空母として運用するために、船体前方下部には、対戦戦闘用の大型ソナーを設置しています。ここに、スキージャンプ式の発艦装置を設置すれば、艦艇のバランスが悪くなることが心配ですね。最悪の場合には、艦艇上部の重量配分が重くなる、トップヘビー状態になる可能性も出てきます。そうなると、台風や荒天時に、波の影響を受け艦が転覆してしまう、危険性も考えられます。日本政府は、F-35 ライトニング 2B を、艦載機として、常時の運用はしないと、明言しており、従来通り、対戦ヘリコプターを搭載し運用する予定なので、こういったことから、伊豆、元加賀には、スキージャンプ式発艦装置は設置しないようです。まだ、伊豆、モノ飛行甲板の艦首部分を四角形にする、改修工事が残っていますが、現在の計画では、F-35B ライトニング 2B を艦載機として運用するための認証を得ようとしていますので、運用そのものは、問題ないと考えていいでしょう。出雲が2022年内にアメリカ東海岸に赴いて F-35B の運用の認証を得て2025年に残りの改修を受け2027年頃の稼働が想定されています。一方の加賀は2024年内に F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を得て2026年までに残りの改修工事を終え、出雲と同様に2027年頃から航空母艦としての本格運用が可能になるのではないかと考えられます。また、2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F-35B を6機調達することが盛り込まれており、海上自衛隊では F-35B を総数で42機の導入を予定しています。最初に F-35B が配備される拠点としては、宮崎県の航空自衛隊の新田原、ニュータバル基地に配備され、必要に応じて航空母艦化された出雲型に艦載され、2024年度からの配備が予定されています。新田原基地に配備される理由としては、今後、馬毛島、鹿児島県に自衛隊施設を整備する予定であることと、広島の呉に加賀が配備されていることから、連携を深めることが可能な位置だとして配備されることとなったようです。現状の計画通りに進め、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした海上自衛隊の航空母艦の運用開始は4年以上先のことになりそうですね。その頃には現行の大隅型輸送艦の代替艦の建造も準備が進んでいると思われますので、その仕様や進捗状況も気になります。出雲と加賀の F-35B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦としての運用、あるいは海上自衛隊初の強襲揚陸艦として、それらを代替運用する可能性も考えられます。もしそうなった場合、日本国憲法の解釈から、自衛隊は
自衛のための最低限の実力を備えた組織であり、攻撃的な兵器、兵装を保有することは禁止としていることから、これまで航空母艦の保有を見合わせてきました。しかし、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているが、防衛に用いる航空母艦であれば、憲法や自衛隊の理念には反さないという日本政府の見解も正直なところ複雑である。今後、慎重に議論が重ねられ、非凡の安全保障環境が守られることを願うのみですね。やはり、IHI 社製 XF9 を取りに来たイギリスといいますか、日英共同開発が公式に発表となり、今後、日本の F3 戦闘機開発が加速していくものと考えられます。今回は、F3 戦闘機開発ではなく、ロールス・ロイス社でも苦戦している XF9 ジェットエンジンを詳しく見ていきますね。日本の技術は、エンジンだけでなく他のパーツ群でも高い性能を誇っています。イギリスは日本のそんな先進的な技術を欲しがったのでしょうね。XF9 は超小型で高性能で総発での使用を検討されています。さて、どんなエンジンなのか見ていきます。2022年も最後の月である12月に入ったが、日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で新たな戦闘機の共同開発を行うことが正式に発表された。すでに12月に入った段階で日本を含め複数のマスメディアがこの状況を報じてきたが、9日ようやく公式に発表があり、日英での共同開発が本格的に稼働する、今や遅しとそのプレスリリースに目を光らせている方も多いのではなかろうか。日本の航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機に関しては、おおむね次世代戦闘機と呼称されており、同機がそうであったように、日本側が開発の主導権を握る前提とはいえ、当初は、やはり、アメリカとの共同開発が、最も可能性が高いと、目されてきた。その場合、現在のいわゆる第5世代戦闘機を、F-22 ラプター、そして、F-35 ライトニング2と、次々に世に送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が、マストと思われていたが、2020年末頃より、別の可能性も囁かれ始めた。それは、自国では、ユーロファイタータイフーンの代替機の開発を、テンペスト計画として推進しているイギリスとの協調であり、それに加わっているイタリアも含め、新たな日本の次世代戦闘機開発のパートナーに浮上てきたのだ。もともと、イギリスが、自国の BEA システムズ社を主幹として言っているテンペスト計画には、これまでも、日本の参加を歓迎する雰囲気が統一しており、ヨーロッパの次世代の戦闘機を開発することの主導権を強化したいとの思惑が大きかった。これは、フランス、ドイツ、スペインが進めている FCAS、フューチャーコンバットエアシステムへの対抗上からも、イギリスが自国主導のテンペスト計画への参加国の増加を推進したいと、希求していたことが大きかった。こうしたイギリス側の思惑と同様に、日本側でも、次世代戦闘機の開発には、自国の都合を、
最優先可能な技術支援先を欲していたことがあり、イギリスと日本両国の政治的な次期戦闘機をめぐる利害が図らずも一致した形となった。この流れから、イギリスと日本とは、今年2022年1月には、新たな戦闘機に搭載することを前提とした、その機関部の開発を共同で行う実証事業をスタートさせ、前者からロールス・ロイス社、後者から IHI 社が参画することになった。イギリスのロールス・ロイス社は、自国主導のテンペスト計画でも、機関部を担当するほか、既存のユーロファイタータイフーンに搭載されている機関部、EJ200 の大元の設計を担ったことでも知られ、世界的なエンジンサプライヤーである。ただし、テンペスト計画用の機関部に関しては、ロールス・ロイス社は、未だ開発に苦戦しているとも伝えられており、実証機を含む試作の機関部が出来上がったというようなニュースも、これまでのところは聞こえてきていない。昨年2021年に開催された、軍需品の展示会である DSEI2021 において、テンペスト計画で採用が見込まれる機関部とは、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、2000度以上のタービン入り口での高温への耐性等が打ち出されていた。そして、これらの過程で、機関部に発生する熱を適切に冷却し、敵のレーダーセンサ等の探知から、機体そのものを目立たなくすることも、同時に求められており、その意味でのステルス性能の追求にも、注意が払われている。また、現行のユーロファイタータイフーン搭載の機関部、EJ200 に比して、10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーセンサ類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的な兵装にも使用可能とする方向だとされている。こうしたイギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画に向けた、機関部の開発への取り組みがある一方、日本で、機関部の開発に従事することとなる IHI 社も、すでに、次世代戦闘機に搭載するエンジンには、ベースができている。それこそ、IHI 社が、現、防衛整備庁からの依頼を受け、2010年から開発を進めた XF9 エンジンであり、これに先立ち、2008年度までに、同社が開発を行ってきた XF5 エンジンをベースに、さらに、次世代戦闘機への搭載を目指したものだと言ってよい。IHI 社における XF9 エンジンの開発は、大きくは、3つの段階に分けて、年を追って進められ、最初は、2010年から2015年にかけて、高温に耐えうる燃焼機と、高圧のタービン、そして、軽量なコンプレッサーなどの、主要な部分の研究から、始められた。そして、次の2段階目として、一部の機関は、並行しながら、2013年から2017年にかけて、前述の主要な部分に加え、吸気口のファンや、低圧のタービン部分の研究を追加で行い、次期戦闘機搭載時に求められるエンジンの必要要素を網羅した。最終的には、ここでも、一部の機関を並行させつつ、2015年から2019年にかけて、第一段階及び第二段階で得られた技術的な成果をもとに、戦闘機用のエンジンとして組み上げられ、これが試作機の XF91 エンジンとして完成を見た。IHI 社製の試作機の XF91 エンジンは、一機が2018年6月に防衛装備庁へと無事納入され、以後は、およそ2年間にわたって、その動作と性能を検証する作業が続けられ、試作機ながら想定されていた数々の数値を見事にクリアすることとなった。XF91 エンジンにおいて特筆すべき項目の一つとして、2017年6月に達成したタービン入り口付近の温度において、およそ1800度の高温をクリアしたことが挙げられ、世界まとめても、非常に高い温度で動作することが確認されている。これには、
各タービン周りの部品に、ニッケルコバルト元、ニッケル単結晶調合金、セラミック元複合材等の素材の使用や、その加工技術などの難易度の高い工作工程が活かされており、当時も大きく注目された。XF91 エンジンは、全長が 4.8 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルで、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 15.0 トンであり、戦闘機用のエンジンとしては、かなり大型の部類に属するが、その使用と性能は世界基準に達している。例えば、F-35 ライトニング2が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンは、全長が 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は、およそ 19.5 トンとなっている。この比較で見ても XF91 エンジンは F135 とほぼ同サイズというか、よりスリムに仕上がっており、アフターバーナー使用時の推力も、一見劣るように感じられるかもしれないが、前者は双発、後者は単発という相違点がある。XF91 エンジンは試作機であるため、これらの数値はいずれも地上で実施した検証結果で得られたデータではあるものの、最新のアダプティブサイクル方式を採用しており、エンジンそのものの大きさに比して高出力を誇っている。アダプティブサイクル方式は、搭載した機体が上昇する、巡航する、戦闘時の高機動を行うなど、様々な異なる条件下で、最適な性能を引き出すための工夫で、かつ前述したように、F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりもコンパクトである。この XF91 エンジンのコンパクトさは搭載する機体にとっては、別の用途に空いたスペースを振り向けることを可能とし、例えば搭載する燃料を増加させたり、兵装を増加させたりと、用途に応じた運用の幅を広げることに貢献するだろう。日本では、IHI 社のたるまぬ企業努力によって、このような XF91 エンジンの製作に行き着いているが、イギリスのロールス・ロイス社と共同開発を推進する中で、これまでに培われた技術が、いかに活用されるのかからも、目が離せない。IHI 社製磁気 XF9 の情報をキャッチしました。今回は、この磁気 XF9 エンジンを詳しく見ていきますね。F3 戦闘機開発は急がれるが、その次の F5 戦闘機開発は、純国産でできそうです。もしかすると、横浜のガンダムが動き出すかもしれませんね。今実験中です。防衛省が2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として開発を進めている次期戦闘機は2018年平成30年策定の31中規模で開発が決定され2020年令和2年三菱重工が開発主体となって三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになり、三菱重工業とスバルに、川崎重工業が、機体の開発を担当し、エンジンは、IHI が担当、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステムを、東芝、
富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当するなどして、200人超の体制で開発が進められていた。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアは、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画とイギリス、イタリア、スウェーデンが共同開発を進めていた BAE システムズ・テンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表した2023年3月時点で、スウェーデンは不参加。日本では次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となって、機体、IHI が、エンジン、三菱電機が、電子機器を担当することになり、イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.PA のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.PA とアビオエアロが、開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も、参加することとなった。このプロジェクトによって、2024年頃までに、各社の詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始を目標として、2035年に初号機が配備される予定とされている。この次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意していて、共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費については、数千億円もの巨額な経費節減が可能になると見られている。そのエンジン開発の基本となる技術は、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた、将来戦闘航空システム技術構想、FCAS-TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン、XF9-1 である。ロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作には至っていないが、IHI が、独自に開発を進めた、XF9-1 は、純国産のジェットエンジンとして、2018年6月に、プロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入されて、性能試験が実施された。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求であるが、これは、このエンジンが搭載される次期戦闘機のステルス性能を向上させるために、ミサイルなどの兵装を、機体のウェポンベイに格納することや燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があり、大出力でありながらかつ、スリムでコンパクトなエンジンを搭載することが求められたためである。このコンセプトは、テンペストもまた同様であり、両戦闘機のエンジンに関わる要件は、まだ統一されていないものの、両戦闘機とも、ステルス性能を高めることが求められるほか、大出力とするのは、推力を稼ぐだけではなく、高度なアビオニクスを支える、高性能な電子機器の、大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワー、ステーション、イン、ザ、スカイであるべきとの考えに基づいている。IHI が提供する、XF9-1、のプロトタイプのサイズは、アメリカ空軍の F-15、イーグルに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同じサイズでありながら、推力は最大で15トンを発揮することが試験で確認されていて、これは米空軍の主力戦闘機である第5世代ステルス戦闘機 F22 ラプターに搭載されている同軸プラット&ホイットニー社製の F119 エンジンと並ぶ出力である。また、F119 とのサイズを比較すると、F119 が全長 5.16 メートル、直径が 1.168 メートルであるのに対して、
XF9 ワンは全長 4.8 メートル、直径1メートルであり、いかに XF9 ワンがかなりコンパクトなサイズに仕上がっていることがわかる。この XF91 のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間で驚きとして受け止められていて、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF91 のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われている。XF9 1は高圧軸と低圧軸の2軸を持つアフターバーナー付き低バイパス比ターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料、セラミク、マトリックス、コムポジテス、CMC を使用することでエンジンの軽量化を図った。さらに、タービン部についても CMC、屋耐熱性の高い先進金属材料を用いることによって、少ない冷却空気流量でもエンジンが必要な推力を発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に大きな影響を与えるテイクダクトの流路断面積の低減やダクト長の短縮に貢献している。コア部分には高圧軸としてコンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後にファン3段とタービン1段の低圧軸がある。そして、その後部には、アフターバーナーと水力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コア駆動ギアボックスには、大電力を発電するスタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は、1800°C に達するとされ、この 1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンにおいては、この温度が高いほど、高性能なエンジンとされ、XF9-1 のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスと言える。これには、ニッケルコバルト元の国産の4製単造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC、セラミック元複合材料の使用、耐寒強制コーティングが採用されたこと、さらには、ブレードの空気孔による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術の流用が大きく貢献している。XF9-1 とロールスロイスが開発を進めているテンペスト用のエンジンは、共にアダプタイブ・サイクル・エンジン、アダプテイブ・サイクル・エンジンであるが、これは、離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせて、エンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することで、バイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことで、これにより、エンジンの推進効率と燃費の向上が期待され、さらに、外側の3層目の空気流によって、冷却能力が向上して、エンジンの熱管理が容易になる。ファン排気流は、巡航時には、コアケース外側のダクトを流れ、高速時には、コア内に排気流を導いて、推力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流し、推力を得るとともに、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みだ。また、2019年6月に開催された、パリ国際航空ショーにおいて、XF9-1 エンジンでは、推力変更ノズルの装着を想定して開発中であることが、公表されている。XF9-1 においては、2016年度から2020年度まで、推力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性の確保などを目的に、推力変更ノズルに関する研究が実施された。この推力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンにおいて、
飛行中に噴流の向きを変えて水力方向を変えることによって飛行中の軌道に変化をもたらす装置であり、垂直離着陸が可能な VTOL 機には必須の装置で、古くはハリアー戦闘機に装着されていて、現在ではアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストーブル機である F-35B ライトニングに使われており、この装置の装着が実現すれば、次期戦闘機において F-35 のように通常離陸型だけでなくストーブル機も開発される可能性を秘めている。ここまでにおいて、RR の FCAS-TI は未完だが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF9-1 は実証エンジンが完成している強みがある。この両社の協力により、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA-100 や XA-101 に勝るとも劣らないエンジンの登場が期待されている。日本とイギリス、イタリアの3国での共同開発が公式発表され、アメリカに頼らない日本の F3 戦闘機開発に弾みがつくものと考えられている。今回は F3 戦闘機の心臓となるエンジン部分について詳しく見ていこう。日本の匠が作るエンジンだけではなく、他の部品にかけても高性能を誇っており、イギリスはそういった先進的テクノロジーが欲しいのでしょうね。2022年12月9日、日本の FXF92 戦闘機の代替となる次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で、新しい戦闘機の共同開発を行うと、計画が正式に発表した。日本の防衛省は、2035年頃までに配備を始めたいと考えており、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の代替機は、多くの場合が次世代戦闘機と呼ばれている。開発は、FXF92 のように、日本側が、表面上は、開発の主導権を握ることになっているが、やはりアメリカとの共同開発というのが最も可能性が高いと見られていたのは事実である。その場合には現在使用している第5世代戦闘機である FXF922 ラプターや F35 ライトニング2を送り出したアメリカのロッキードマーチン社の技術支援が必要不可欠であると考えられていたが、2020年末頃から他の案が囁かれ始めたのだ。その内容は、ユーロファイタータイフーンの代替機開発をテンペスト計画として進めているイギリスや、それに参画するイタリアも含めて、日本の次世代戦闘機開発のパートナーとして浮上してきたということだ。テンペスト計画には、初めから日本の参加を歓迎する雰囲気があったようだ。なぜなら、ヨーロッパの次世代戦闘機開発に日本の匠の技術を取り入れた上で、その主導権をイギリスが強化したいという思惑が強かったからだと言われている。実は、この時期にフランス、ドイツ、スペインの3国が進めているフューチャーコンバットエアシステム、略称 FCAS と呼ばれる欧州最大の防衛計画も進められていて、それに対抗する意図からも、イギリスは自国が主導するテンペスト計画への参加国を増やしたい気持ちを抱いていたのだ。これに対して、日本も次世代戦闘機開発には
自国の都合を最優先できる技術支援先を望んでいたので、イギリスと日本両国の次期戦闘機をめぐる利害関係が一致した形になったことから話が進んだ。こういった経緯のもと、イギリスと日本の両国は2022年1月に新たな戦闘機に搭載することを前提にした機関部開発を共同で行う実証事業が開始された。そして、イギリスからは高級車を扱うロールス・ロイス社、日本からは IHI 社が参加することになった。このロールス・ロイス社は、テンペスト計画で機関部を担当するだけでなく、ユーロファイタータイフーンに搭載されている機関部 EJ200 の基本設計を担った企業ということでも知られている世界的なエンジンサプライヤーであることを忘れてはいけない。やはり、自動車製造企業というイメージが強い会社であるが、実は、エンジン製造に定評のある企業なのだ。しかし、テンペスト計画に使用する機関部に関して、ロールス・ロイス社は、開発にかなり苦戦していると伝えられており、実証機を含む試作の機関部が完成したというニュースが、2023年に入っても聞こえてこない。2021年1月下旬に幕張メッセで開催された軍需品の展示会である DSEI2021 ジャパンにおいて、テンペスト計画に採用が見込まれる機関部について、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、タービン入り口では2000°C 以上の高温への耐性等が見込まれていた。当然、これらの過程で、機関部に発生する熱を冷却する必要があるし、敵のレーダーやセンサーの探知から機体そのものを隠すことも同時に求められるため、ステルス性能の向上も図らなければならない。それから、ユーロファイタータイフーン搭載の機関部 EJ200 の10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーやセンサー類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的には、兵装にも使う想定となっている。イギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画を進めるため、こういった機関部開発への取り組みがある一方で、日本で機関部の開発を請け負った IHI 社でも、次世代戦闘機に搭載するエンジンの土台はできているようだ。それが、日本の防衛装備庁から依頼を受けた IHI 社が、2010年から開発を進めてきた XF9 エンジンである。これは、2008年度までに同社が開発してきたターボファンタイプの XF5 エンジンを土台として、次世代戦闘機への搭載を目指したエンジンと言ってもいいでしょうね。IHI 社の XF9 エンジンの開発は、機区分を大きく分けて3段階で進められていて、第1段階は2010年から2015年にかけて高温に耐えられる燃焼機と高圧タービン、軽量なコンプレッサーなどの主要部分の研究がスタートした。第2段階は2013年から2017年にかけて主要部分に加えて、吸気口のファンや低圧タービン部分の追加研究を行うとともに、次期戦闘機への搭載時に求められるエンジンの必要な要素をすべて網羅させた。第3段階において一部機関を並行させながら、2015年から2019年にかけて、第1段階及び第2段階で得られた技術的成果をもとにして、戦闘機用エンジンとして組み上げられたものが、試作機の XF9-XF91 エンジンとして完成に至った。IHI 社が製造した試作機の XF9 エンジンは、2018年6月に1機目が防衛装備庁へ納入された以降、約2年間にわたって動作と性能の検証作業が続けられ、試作機ながら想定された数々の数値を見事にクリアしていった。 XF9 エンジンの特筆すべき検証項目の一つに挙げられる
2017年6月のタービン入り口付近の温度が約1800度 C という高温をクリアしたことによって、世界的にも非常に高い温度で動作することが確認された。この XF9 エンジンのサイズは全長 4.8M で、ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルで、アフターバーナー使用時の推力は約 15.0 トンとなっており、戦闘機用のエンジンとしては、女王型の部類になり、仕様と性能は世界基準に達している。例を挙げると、FXF935 ライトニングに戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F135 エンジンは、全長 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は約 19.5 トンとされている。XF9 エンジンの方が F135 エンジンと比べてスリムボディで、アフターバーナー使用時の推力もやや劣っているように見えるが、XF9 は双発で、F135 は単発といった相違点があるので、優劣をつけるとすると何とも言えない。しかし、あくまでも XF9 エンジンの試作機ということから、こういった数値は、地上での検証結果のデータであり、最新のアダプティブサイクル方式を採用していることから、エンジン自体の大きさに比べると、高いパワーを持っていると言えるでしょうね。アダプティブサイクル方式というのは、搭載した機体が上昇、巡航、戦闘などの高い軌道を行う際の条件下で、最適な性能を引き出すために工夫されたものである。しかも、前述したように、F35 ライトニング2の F135 エンジンよりも、XF9 エンジンはコンパクトに出来上がっているため、空いたスペースを別の用途で使うこともできる。その一例としては、積載する燃料を増やしたり、兵装を増やしたりすることが挙げられ、用途に応じて運用の幅を広げることに役立つこと間違いなし。日本では IHI 社の匠たちのたるまぬ企業努力が実り、このような高スペックの XF9 エンジンの製作ができたことで、また世界中が欲しくなる技術を知らしめることになるだろう。イタリアのレオナルド社とイギリスのロールス・ロイス社と日本の IHI 社が共同開発を進めていく中で、今までに培われてきた技術がどのように活用されるのかについても注目していかなければならない。海上自衛隊護衛艦加賀の改修工事が終盤を迎える中、F-35B 戦闘機の運用が本格的に始まる。F-35B 戦闘機の配備先は、ニュータバル基地と決定。今回は、護衛艦出雲、加賀での F-35B 戦闘機の運用を詳しく見ていきますね。F-35B 戦闘機が、今更必要と疑問視される中、日本の無人機導入も進みつつある。今後次世代戦闘機が必要になるのかもわからない状況へ向かっている。世界の兵器が今一変している状況だよね。2022年11月現在、海上自衛隊では、保有艦艇の中で、最大の規模を誇る出雲、型ヘリコプター搭載型護衛艦の、出雲、加賀、の2隻に対し、これに、
固定翼の艦載機を搭載し、運用するための改修が段階的に進められている。ここでは、いわゆる第5世代戦闘機のロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2の中で、短距離離陸と垂直着陸が可能な能力を与えられた B 型を艦載機とする方向で準備が行われており、戦後初の航空母艦保有が機とされている。日本では F-35 ライトニング2については、航空自衛隊が通常滑走路使用の A 型を105機、前述の B 型を42機調達する合計で、147機分の輸参化がすでに確定しており、今のところ、本国アメリカに次ぐ世界で2番目に多い同期調達数となっている。そもそも、本国たるアメリカを除けば、各種の F-35 ライトニング2の全てを対象にした場合でも、その合計の調達予定数が100機を超えている国は、日本とイギリスくらいしかなく、次に多いオーストラリアでも72機に止まっている。日本と違って、イギリスでは、クイーン・エリザベス級航空母艦の2隻、1番艦にして、ネームシップのクイーン・エリザベスと2番艦のプリンス・オブ・ウェールズの艦載機として、B 型のみが調達されている。イギリスは、2015年前後には、F-35 ライトニングに B 型の調達予定数を、最大で138機ほどを計画に掲げていたが、近年では、高価な動機の調達に、ブレーキがかけられ、大幅減の48機で終了する可能性すら、現実味を帯びてきている。こうした、イギリスのような、当初の計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとっては、程度の差こそあれ似たような状況であり、今後、ヨーロッパで従来のような形の戦争が生起する可能性は、限りなく低いとの判断があった。そのため、イギリスを含む多数のヨーロッパの西側諸国においては、ロシアを最大の仮想敵国とする方針は変わらないものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲といった兵器の数を削減する傾向が顕著だった。しかし、ご存知のように、この2022年2月には、ロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったため、地理的にもロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、特に陸上戦力について大幅な増強を開始した国も出始めた。こうしたロシア・ウクライナ戦争の世紀という非常事態の発生を受けて、ドイツやイギリスなどの政権も軍事費の増額を政策として打ち出してはいるが、イギリスがF-35 ライトニング 2B 型の再度の調達に動くかは見えていない。それでも、イギリス海軍のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、万一の事態に備えて、北欧方面の北海に展開していることも報じられるなど、同艦が就役するまで、一時は保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつある。航空母艦のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、イギリス海軍の所属であるが、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型は、イギリス空軍の所属であり、さらに、同艦は、アメリカ海兵隊の飛行隊をも収容している。これは、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の配備数だけでは、クイーン・エリザベスらの空母打撃群に必要とされるキャパシティに余裕があるためと、今後の同盟国としての連携を深める側面があるのだろう。また、同じく、アメリカの保有する強襲揚陸艦でも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められているが、こちらも、艦艇は海軍、艦載機は、海兵隊と所属する組織は別であり、同機の性質を物語るものとなっている。これら、イギリスやアメリカでの F-35 ライトニング 2B 型の運用方式と同じような手法が日本でも行われる予定で、出雲、片護衛艦は海上自衛隊、F-35 ライトニング 2B 型は航空自衛隊の所属での準備が進められている。
こうした運用体制について、海上自衛隊側は、これまでは、敵の潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していたことと、航空自衛隊の対艦攻撃を主眼に置く、想定とが相入れないのではないか、と、その連携の危うさを指摘する声もなくはない。また、アメリカ軍であれば、ワスプ級やアメリカ級といった強襲揚陸艦に対し、艦載機としては、戦闘機の F-35 ライトニング 2B 型を用いることに止まらず、輸送機としては、多数の MV-22 オスプレイを運用する体制が敷かれている。MV-22 オスプレイは、アメリカ海兵隊用のティルトローター機として、ストに、その名を知られている機体だが、胴体が従来から運用していた回転翼機で、中型の CH-46C ナイトと比べれば、圧倒的な効率を発揮することでも知られている。実に、MV-22 オスプレイは、従来の CH-46C ナイトに比して、移動速度において、およそ倍、作戦行動半径でおよそ4倍、兵員の搭載量で、およそ倍、貨物の積載量で、およそ3倍に相当すると言われており、飛躍的に作戦の幅を広げている。この MV-22 オスプレイの運用があればこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦は、迅速で強固な補給体制を構築できていると言って過言ではなく、その作戦遂行能力を、著しく高度な効率で発揮することが可能とめされている。翻って、日本の場合は、出雲、片越艦に改修を施して航空母艦化したとしても、航空自衛隊はこうしたオスプレイのような機体は保有しておらず、その物資や人員の大量輸送を直接担うことは事実上は困難と言わざるを得ない。日本の場合は、陸上自衛隊が V-22 オスプレイとして2021年度末の段階で同機を9機保有している状態であり、今後も航空自衛隊が独自にこうした機体の調達を行う予定はないため、そことの連携も必要になってくるのだろう。その場合、出雲、片越艦等の艦艇は海上自衛隊 F-35 ライトニング 2B 型等の艦載の戦闘機は、航空自衛隊 V-22 オスプレイ等の輸送機は陸上自衛隊と、すべてその大元の所属が異なることとなり、指揮命令系統の一元化が求められる。こうした陸、海、空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を鑑みれば、その調整が困難なことは想像に難くないが、尖閣諸島等の南西諸島防衛という現実を考えた場合には、どうしてもその横断的な運用を実現する必要があるだろう。ただし、あくまで個人的な意見ではあるが、今、まさに、航空母艦化改修の渦中に、ある出雲、片越艦2隻と、その艦載機たる F-35 ライトニング 2B 型に対し、その運用に、あまりに、多くのものを求めすぎるのは酷ではないかとも感じている。出雲、片越艦は、2009年8月末に出された次年度2010年の防衛予算の概算要求において、建造が計画され、海上自衛隊としては、初めて、固定翼機の運用も視野に入れつつ設計が行われた、いわば実験艦としての役割が大きい。2008年時点で、すでに出雲、片越艦に関しては、海上自衛隊の内部では、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を見据えていたとされるが、当時の時代背景を考慮すれば、政治的にも、日本が航空母艦を保有することはタブー視されていた。そのため、海上自衛隊が、独断で、こうした決定を下せるわけではないため、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を視野に入れ、
その重量や大きさに対処可能なエレベーター、飛行甲板の使用を盛り込んだ点は評価すべきだろう。出雲、片護衛艦は、航空母艦化改修が終了したとしても、F-35 ライトニング2B 他の艦内への収容は、10機プラスアルファとめされ、決して多くはないが、これも、固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えれば致し方ないと感じられる。